城壁跡高校卒業して大学入学までの暇な期間俺はずっと山登りしてたんだ山登りといってもそこら辺にある小さな山なんだけどその山ってのが低いけど結構広くって1ヶ月ぐらいもあったけど見れてないところも多いそれで 図書館で調べてみたら昔城があったらしくって城壁跡があるらしいこれは見ないとなぁと思い立って朝の6時から山に向かった目的の城壁跡は山の中心部あたりでポカッと平坦になってるところにあると書いてある登山道から近かったんで特に何も考えず ナタを腰に下げてやぶに入ったしばらく木をかき分けながら進むと周りから音がするのに気づいた、うん、歩みを止めて耳をすますとガサガサと落ち葉を踏みしめる音が聞こえる音自体は遠くの方から聞こえてきた 獣か電力会社の人かな以前山で電柱を点検に来た職員と顔を合わせたことがあるんで特に気を止めず進むやたら倒木の多い藪を抜けると書いてあった通り開けた場所に出た山の一部を円柱状にくり抜いたような感じだパッと見回してみるが 城壁らしきものうまい,いじゃん城壁ため息つきつつ山を見上げると急斜面な場所にゴツゴツした岩みたいなのが並んでいるあれか2 0ルくらい上なんで視力0.1の俺にはよくわからない仕方ないので登ってみる 65度くらいのほとんど泥の崖をひいひい言いながら登っていると青い鳥が飛んできたそいつは俺がつかもうとした木の枝に止まるとこっちを見た俺がその木の下まで上がるとそいつはもう一つ上の木に飛んでいって同じようにこっちを見るそんなことを繰り返しながらようやく崖を登り切った 登り切ったと同時に鳥はどっかに飛んでいった。崖の上に見えたのは案の定城壁跡であったようで岩にしては不自然に四角く削られていた。といっても形が残ってるのはわずかだけだ。やっと目的地に着いたところで一服着いていたらまた音が聞こえた。崖の上の方から ガサガサと落ち葉を踏む音が聞こえるまたかさっきはすぐ聞こえなくなったが今度は断続的に聞こえてくる何なんだよ気味が悪くなってきたんで音の主を確かめようと立ち上がったするとまた青い鳥が飛んできたもしかしたらずっといたのかもしれない 崖の下、俺が登ってきた方の木に止まってこっちを見ているなんだよ思わずぼやくが返事など返ってこないその代わりもう一つ下の木に飛び移ったこうなってくると音の正体も知りたいが鳥の真意も知りたくなるのが人ってもので気味の悪い音より鳥の方がまシか とかかって鳥を追いかけ始めた下りも登った時と一緒で俺が降りると鳥も一つ下の木に飛んだ登山道に出るともう12時を過ぎていて驚いた山頂に行くだけなら1時間とかからない山だ知らず知らずに奥まで入ってしまったんだろうか 頭で分からんぞを踊らせながら登山道を歩いていると鳥も間隔をあけてついてくるだから何なんだよお前は顔を向けると鳥は飛び立ってしばらくすると近くの枝に止まるそんなことを繰り返しつつ山の入り口まで来た舗装された道まで出ると鳥は追いかけてこなくなった また来るさなんとなく手を挙げて山を後にしたまあそれだけの話なんですが。